この辺りからちょっと危険地帯になってきます。万が一のこともありますので、くれぐれも気を緩めないでください。奇襲でなければ安心していいぜ。そもそも俺がいる限り奇襲なんてありえないけどな。どうよ、俺すごくない？このヤブカワ、叩き潰す許可をいただけますか、モモさん。ナーベ、ナーベちゃん相変わらず厳しい。確かこの辺りは森の剣王のテリトリーなんですよね。森の剣王ですか。数百年の時を生きている強大な魔獣で、蛇の尻尾を持つ白銀の四足獣と伝えられています。英知にあふれ魔法も使えるそうですよ。それは会ってみたいものですね。どうしたルクルット、なんかいる。一撃でオーガを。でもすごいですね、モモンさん。まさかあれほどとは思ってもみませんでした。噂に名高いかの王国戦士長に匹敵する強さであるな。いえいえ、皆さんでしたらこの程度軽くこなせるようになります。やはりあなたに頼んで正解でした。おかげで無事にカルネ村に着けそうです。地の支配者、オーバーロードに栄光。
すがに余裕だな。これは さん、ああ、ありがとうございます。どうするか、飲めばダダ漏れだしな。なあ、やっぱナーベちゃんとモモンさんは恋人関係なの？恋人？モモン様にはアルベド様という方が。おい、ちょ、よりによってアルベドの名前を出すなんて。モモンさんにはもう決まった相手がいるんですか？ルクルットさん、詮索はやめていただけませんか。ところで皆さんはなぜ漆黒の剣という名なのですか？ああ、それやめてください。若気の至りです。漆黒の剣はかつて13英雄の一人が持つ4本の剣のことです。ま、そいつを発見するのが俺たちの第一の目標ってわけさ。皆さん仲がいいですね。ええ、命を預けますからね。それにうちのチームは男だけだしな。女がいると揉めたりするって聞くぜ。それにチームとしての目標があります。皆さんの意思が一つの方向を向いていると。モモンさんもチームを？素晴らしい仲間たちでした。彼らと過ごした日々は忘れられません。アインズールゴーン、俺の輝かしい全て。モモンさん、いつの日かまたその方々に匹敵する仲間ができますよ。そんな日は来ませんよ。失礼。ナーベ、私はあちらで食べる。では私もご一緒します。ここに隠れているのかな。ああ、許してくれ。助けて。お願い。俺はまだまだ。さすがに余裕だな。どうする？レアなタレント持ちだっていうクス氏について知りたくて。フィーレはバレアレだろう。知っていることは全て話した。いやいやいや、嘘ついているかもしれないじゃん。そ
なら他の情報屋に聞いてみろ。俺以上のことは知らないはずだ。面倒なこと言うな。もう死んでるじゃん。じゃあ言い方を変えようか。私はね、人を殺すのが大好きで、恋していて愛しているの。あ、拷問も大好きだよ。なんで逃げるの？この技で